皆さん、こんにちは。「週刊手帳術」の著者、海野隆です。えー、今日はですね、あの「週刊手帳術」の、え「ー、週刊手帳術」についてみたいな話をしたいというふうに思うんですけども、名残っちゃうだと思うんですけども、あの、ちょっとい,いろんなこう思うところというか、ありまして、あのまずこの、 週刊手帳術コラムが、えー、この回で399回。で、まあ、あの、明日の配信すると、まあ、400回というところになって、まあ、前回のちょっと動画でお話ししたんですけども、ちょっと一,一段落させたいというところを、あの、お話しさせていただきました。で、あの、まあ、明日の 話題をちょっと先に言うとあの 1, 1月31日なんであの、まあ、1月の行動結果とか、まあ、2月の行動設定みたいな、えー、そんな話をしようとしてるんですけども、まあ、ちょっとその400回がもうそのことを話そうというふうに決めているので、まあ、ちょっとその400回は400回で まあ節目なんですけども、まあ、実際にはこうゼ0回から始めてるんで、まあ、もうこれが事実上の400回目ということになるっではなるんですけども、あの、まあ、ちょっとこの本を出して、うん、実際どうだったかみたいな、ちょっとそんな話をしたいと思ってるんですけども、あの、まあ、一言で言うとあの、夢が叶いましたっていう、まあ、その一言に尽きるかなと。 いうところではあり,あります。まあ、それがもう一言で済ますとそれなんですけども、まあ、ちょっといろんな意味合いがあったりもするんですけども、あの、とにかく、あの、い,いろんな人の、こう、お,お力を、こう、いただいて、で、あの、感謝はしてるんですけども、あの、っとこれもわ、私っぽく答えるとすると、まあ、それはそれ。 でも結局やったの自分でしょっていう、あのそういうことであるんで、最後の最後、やっぱ行動したのって自分かなというところになります。あの、うん、言ってしまえば自分が可愛いみたいな話だったりとかあの、自分大好きみたいな話だったりもするんですけども、あの、何て言うんでしょうね、その,あの、誰かのおかげの方がでかいか低いかっていうと、まあ、比較するまでもなく、 うん、多分その、ま、周りだよっていうのが、まあ、日本人的ではあるんですけどもあのまあそれと匹敵するかそれ以上にやっぱり本,本人がそれをしなきゃダメかなっていうのがあの結局周りの人が夢を叶えてくれるわけじゃなくて、うん、取,り取りに行くのってやっぱ自分かなというふうに思っちゃうわけなのであのやっぱり うん、周りの人にはそういうその、ま、あの皆さんのおかげですというものの、うん、やっぱりど,どっちというか誰って言ったら自分かなみたいなあのそんなふうには思いますっていうのが「週、ま、刊、あ、手帳術」の著者としての,その、まあ、じ自分が一番努力しましたわみたいな。 そんなことではあります。ただ、えー、かか周りの感謝っていうのは当然忘,るあの忘れないしその、おろそかにしてるわけじゃないけど、という前置きをつけておいた上で、そのうん、夢つかんだのは自分っていうふうに思いますっていうのが、うん、やっぱしょ正直なところですね。で、あのーまあうん、まあ、今後、まあ、本が出て、 1>, あのい1年ちょっと経ったんですけどもやっぱりその著者っていうその、うん、7つの習慣とかでいうと、まあ、役割みたいなものの一つに著者っていうものが加わったで、まあ、本来私は自分っていうその役割しか持ってなくて、まあ、著者っていうのはまあ役目の一つだというふうに思ってるんですけどもその、うん、役割だろうが役目だろうが やっぱその著者っていうその肩書きが持てたというか持ったというのがすごい自分の中ではすごい自信になってるというのがまあこの1年ちょっとの間にまあそれはうん大きく実感してますというところですでまあそれって今後もずっと続く、うん、あるいはこう死ぬまでというか死んでもというか、えー、そういうとこまで続くはずなので、あのー、そういう意味ではなんかこうすごい あのいやーすごいことしたなみたいなそんなふうに思っちゃったりもします <laughs> ということです。でちょっとねこれど,どこにも話してないっていうかあのあ,あと出した後に知ったことなんですけどもその本自身ってなんかその国会図書館に収蔵されるらしくってっていうかあのまだちょっと実物見てないんであの本当はちょっとその本当に収まってるのかどうか見に行きたいなっていうふうに思ってはいるんですけども。 その図書館に、その国会図書館に収められているそ、そうですと。で、一応検索すると一応出てくるんですね。あの、ほ本がね。なんで、あの、ちょっとい,いろんな意味で、こう、なってよかった。で、なったからにはいろんなこう恩恵というか。で、あの、なんていうんですかね、こう、<laughs> まあ、ちょっと大それた話ですけど、あの、 うんで歴史上のこうほんの片隅ですけども何かが残ったみたいな、えー、そんなこう、えー、功績みたいなものに、まあ、自分の中ではすごい大きいことなんであの、まあ、周りがどう思うかなんてあんまりこう関係ないと思うんですけどもその自分の中でこ,これからの人生という意味で言うとすごい大きなものになったなっていうふうに思ってはいますということです。なんであの本当にやっっぱ出してよかったな でまあ、それによってい,いろんなこうあの交流が持てたりとか、えー、著者っていう立場でこう人と接すると、まあ、あ相手の態度が多少変わるなりなんなりとしますので、あのー、本来ね、まあそのあのー、当たり前ですけど対等な立場で接するんですけどもやっぱりちょっとあの自分の中ではすごい自信になったというところがありますので。 あのまああのこれからね、まあ、例えばこう本を書きたいとかって挑戦する人がいるんだとしたらなんかそういうこうおお恩恵というかそういうところまでこうひっくるめてあのが頑張った方がいい,かい,いですよとかまあ自分自身もねまたこれからこう次の本とかって思ったりもしてるんであのまだまだ一冊ごときで何言ってんだみたいな話だったりもするんですけども。 ただやっぱりゼロか1かっていうのはめちゃくちゃ大きいところではあるので、まあ、そういうところをこう考えても、うん、本が出せた、本を出したというところは、まあ自分の中ではすごく大きいなというふうに思っています。で、あの、まあ、今後もその本の著者っていう立場でこう活動をしていくつもりでいますので、 あの今後も,ともよろしくお願いしますみたいな、そんな、えー、ところもお伝えしつつ、まあ、今日の動画はそんなにこうあの、今後も続いていくお話なので、あの簡単に、えー、しておきたいなというふうに思います。ということで、えー、今後とも週刊手帳術を、えー、本人ともともよろしくお願いしますというところです。 えー、今日の動画は以上となります、えー。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。